アーモンクのダウンタウンへの入り口 IBM 本社の標識アーモンクは、米国ニューヨーク州ウェスチェスター郡ノースキャッスル町に属する小村の一つである。2010年の住民数は4330人であった。2000年の調査では、住民のは93.53%が白人で、4.16%がアジア人、3.76がヒスパニックなどであった。 ニューヨーク市の北郊外にあり、IBM の本社、スイスリーの米国本部などがある。道路はホワイトプレインズとハリソン間を、ほぼ東西に通る、週刊高速道路287号線から北へ、スタートする、週刊高速道路684号線が、ニューヨーク州道22号線と交わるところに、アーモンクインターチェンジがあり、ダウンタウン、図書館などはその付近にある。 鉄道はホワイトプレーンズにあるメトロノース鉄道のハーレム線のノースホワイトプレーンズ駅またはホワイトプレーンズ駅を利用してニューヨーク市内のグランドセントラル駅に行ける。小中高校はノースキャッスル、マウントプレザント、ベッドフォードの3つの町をカバーするバイラムヒルズセントラルスクールディストリクトに属していてその学校はすべてアーモンクにある。コーマン、ヒルエレメンタリースクール ワンピースエレメンタリースクール HC クリテンドンミドルスクールバイラムヒルズ高校である。この高校は、週刊高速道路インターチェンジからニューヨーク州道路22号線を少し北へ行ったところにあり、2009年全米学業チャンピオンシップで1位を獲得している。IBM 本社に比較的近くのホワイトプレーンズ、ハリソン、パーチェスなどにあった主要グループ及び事業部の本部は、 1980年代以末に本社から機体22キロほど離れた IBM ソーマーズ事業所へ移ったが2016年にはそこを引き払っている。バイロム・ヒルズ・セントラル・スクール・ディストリクト2009ナショナル・アカデミック・チャンピオンシップ・ハイライツナショナル・アカデミック・チャンピオンシップ・アクセスト・オーガスト31-2009ありがとうございます。